野党側は、安倍総理大臣の任命責任について追及する構えです。疑惑はより深まったと言わざるを得ません、まあ、非常に腹立たしく思いますし、何のための内閣改造だったのか、安倍政権に強く抗議をし、責任を求めていきたいと考えます。 法律違反ですので、大臣を辞めて済む話ではなくて、やはりきちんと、これは政治家としても説明責任を果たすべき野党側は、きょうの衆議院経済産業委員会の理事会に、菅原大臣自らが出席して説明するよう求めていて、出席しない場合は、すべての委員会審議に応じない方針です。